はい、どうも、俳句の兄さんでございます。歯が痛くて一睡もしてない俳句の兄さんです。この間ね、鳥軟骨でガリってやったところがね、急に気の痛み始めました。まろやかチョコを食べてたら多分入っちゃったんだろうね。痛いっす今。もう歯と歯が噛み合わった瞬間にもう、うわーっていう感じ。さて、といきますか。問題です。ここは、この間の続きを取りに来たんですけども。国指定文化財の門の前の駐車場にいます。でも上はほったらかしのお寺でございます。そのお寺の名前は何でしょう。1番、少林寺。2番、善光寺。3番、ジョージ・マッケンジー。4番。中本浩二。わからんっす。思いつかないっす。はい、じゃあ考えてください。その間準備します。よー。うん、今ね、2時48分だからね、1時間ぐらいしか動けないんだよね。てかね、これはね、トイレなんだよね、ここ。やっぱ国指定文化財だから、トイレ。はい、じゃあ締め切りです。で、答えは、善光寺でございました。では、出発します。善光寺大門、老門、国指定重要文化財、はいはい、でひょっこり入んのかなと思ったら隠れちゃいましたね。完全に隠れちゃいましたね、ひょっこり。ではじゃあ僕が目的じゃないので、上の灰寺も目的じゃないんで、その上です。だから行ったことないんで外れの可能性はあります。あっちにね、神社の階段があるんだけど、でもせっかくだからね、お寺の、おー、いい天気。あっちはなんだろう、愛宕山かな。この辺ちっこい山がいっぱいあるんですよね、筑波山も。ちょっと北行ったら、笹代さんと、カバさんと、愛宕山と、あとなんちゃらさんと、うんちゃらさんがあります。はい、19夜今日日、こんな天気のいい時だとね、映しやすくていいよね。うん、寒いね。よいしょ。あ、首が逆向いてる。お地蔵さんは今ちょっと目視しましたけど、あれ岩でした。石が上に乗っかってた。やっぱり左側が下がってるよな。こう見るとここで一回、あ、そうだ、ここで止めよう。サムネにしよう。どうしてもブルブルしちゃうね。難しいね。これ折りたたんだらどう。なんか掴みやすいやり方ないかな。あ、田んぼも乾いたね。
これね、昨日だってかな、みやさんのせいで卑猥に見えるって言ってたやつがね、明るい時に来るとよくわかるね、こういうの。これじゃないよ、卑猥に見える。これは全然卑猥に見えない。なんか書いてあるけど、読めんっていうか時計みたいになってる文字が。これ、ね、時計じゃないのかな、なんだろうね。これは祠ぶっ壊れましたってやつ。よし、じゃあとりあえずね、あーやっぱもったいないよな。中覗けるかな、ちょっと覗いてみようか。やっぱり気になるよね。あー、またこれ長時間になってえらいことになるのかな、編集。いやもう中も崩れちゃってんだな。あ、ダメです。これね、みやさんのせいで卑猥に見えちゃうやつね。人のせいにすんじゃねえよ、いいって言われたけどね。まあいないんで、いないんで人のせいにします。なんか書いてあるよ。触るな危険、高電圧、高電圧、これがそうなんだ。ここら辺ね、ここに善光寺のね、善光寺、答え善光寺でしたっていう感じのやつにこれ使うか。はい、はい、でこっちです。じゃあ一回切りましょうね。